歌川広重、東海道五十三寺より、日本橋東海道五十三寺は、江戸時代に整備された、五街道の一つ、東海道にある五十三の宿場を指す。または、日本橋から京都までの五十三の宿場町をつなげたもの。古来、道中には、風光明媚な場所や有名な名所旧跡が多く、浮世絵や和歌、俳句の題材にもしばしば取り上げられた。 なお53時と称す場合は京都までの場合であり、さらに近年、大阪までを加えて、東海道57時とする説もある。また、奈良時代の律令制による東海道では、演技式によると、伊勢の鈴鹿駅から、日立のおっ駅まで55駅が設置されている。日本橋が起点。なお、徳川家康が整備した東海道53時は、全財道時を元にした。 巡礼の道、東竜門とする説もある。数は品川宿からの投資番号である。江戸と京の間は、利百124里八丁、487.8キロメートル。東海道53寺には、旗ごか全部で3000件近くあったと言われ、宿場ごとによってその数は、著しい差があった。人口の多い江戸や京都周辺や、箱根峠や七里の渡しなど、 交通難所を控えた宿場も多かった。特に旗子の数が多かった宿場は、7里の私の港があった宮宿が247件とその数は群を抜き、その対岸の桑名宿も120件あった。宮宿は旗子の数では、東海道は元より日本一大きな宿場町であった。他に100件を超えたのは岡崎宿の112件である。 箱根八里の登録に位置する小田原塾は95軒、最六の三島塾にも74軒の旗子があり、その手前の多い祖塾、平塚塾、藤沢塾と比べると多かった。このほか旗子の多い宿場は、品川塾、川崎塾、戸塚塾,塾、浜松塾、四日市塾、草津塾、大津塾があった。東海道の延長線として京海道の宿場が、 現名5年に設置されたので軽街道の宿場を含めて、東海道57時と近年では、呼ぶことにより街づくりに貢献している。数は、品川塾からの投資番号である、道中係五刊場奉行へ差し出し書東海道と猿者、右、いずれの宿よりいずれの宿までの儀に、御座高なり、東海道品川より大津まで、 中仙道板橋より森山まで、木路、甲州街道、内藤新宿より上、諏訪まで。欧州街道白沢より白川まで。日光街道仙住より八石まで十駅水戸街道、水戸道中。桜街道、桜道中。右七街道も、いずれの宿よりいずれの宿までの儀に、ご座高なり。右ため心へ奉仕行、以上。 文化8年6月17日、ありがとうございます。